今回の動画は前回の続きです。前回のお話から主張されるとより理解できます。前回は科学の力を借りて塩と沸点の関係について解明してみました。今回も多くのシェフが信じていることにより私たちも騙されている真実をお話ししていきましょう。これは実際に私も多くのシェフから言われたことで、一部のパスタレシピ本にも記述されていたりすることの一つです。おそらく塩を入れると沸点が上昇するから沸騰するのに時間がかかるという理屈なのでしょう。前回のお話を見ている方はもう理解できていると思いますが、これもまた科学の力を借りて解明してみましょう。そしてこれを見ているあなた、もし本業のシェフの方であっても決して怒らないように。真水 1g を1度上昇させるのに必要な熱量は1カロリーです。比較対象はパスタよりも塩分濃度の濃い海水を例にしてみましょう。海水だと塩分濃度 3.5% として 0.94 カロリー程度が必要です。あれ？おかしいですね。塩水の方が少ないエネルギーで温度上昇します。ではなぜこのようなことが起きるのか式にしてみましょう。海水の沸点は真水より確かに高く 100.7 度です。20度の海水を沸騰させるためには 100.7-20 80.7 度上昇させなければなりません。海水 1g を1度上げるのに 0.94 カロリー使うなら、沸騰させるのに 0.94×80.7 75.857 カロリーが必要になります。一方、真水の沸点は100度と海水より低いのですが、1度上げるのに1カロリー必要ですから、20度の真水 1g を沸騰させるには 1×80 の80カロリーが必要になります。つまり真水を沸騰させる方が大きな熱量が必要なのが証明されました。同じ火加減で熱を加えた場合、当然ながら海水の方が早く沸騰することになります。パスタの茹で汁の塩分濃度は海水よりも低いので、この差は当然縮まります。沸騰するまでの時間差はほとんどないと考えるべきでしょう。最初から塩を入れても沸騰してから塩を入れても特に差なんてないのです。料理界は未だに非科学的なことを信じておられる方が多いようです。次に、あなたはこのようなことを聞いたことはないでしょうか。岩塩にはミネラル分が含まれておらず、食塩同様塩化ナトリウムが 99% 以上を占めています。岩塩の多くは溶解法という方法で生成されたもので、岩塩を一度水に溶かして炊いたもので、その特徴は普通の食塩と変わりません。したがって溶解法の岩塩を使用する意味はないことになります。一方、溶解法ではなく工廠から直接採取された岩塩も存在します。しかしこちらにも不純物は含まれるものの、マグネシウムなどのミネラル分はほとんど含まれません。これを説明すると、多くのシェフたちは不愉快そうにこう言い出します。そんなことはない、岩塩は甘みがあって美味しいと。
正直に言いましょう。実際私も岩塩を舐めると甘みを感じます。しかしそれは岩塩が溶けにくく溶解速度が非常に遅いために塩味を薄く感じるだけなのです。そして外国かぶれなシェフたちほどこの妄想に取り憑かれています。彼らは一つ大きな問題を見落としています。なぜ海外のシェフが岩塩を使うのか、皆さんも一緒に考えてみましょう。その答えは水にあります。ヨーロッパの多くの水は硬水で、マグネシウムやカルシウムが入っており、これらはパスタの食感に良い影響を与えます。しかし日本は軟水の国で、水にマグネシウムなどはあまり含まれていません。にがり成分の入った海塩を使えば、茹で汁にマグネシウムなどが添加できるのです。そういう意味でも日本では茹で汁にはにがり成分の入った海塩を使用するのがベストな選択です。優秀なシェフはこれを理解し海塩を使用しますが、このようなことを平気で言っているシェフが多いのもまた事実です。当てにならないものですね。これを鵜呑みにしている方が気の毒です。これで終わりではありません。まだまだシェフの知ったかぶりがあります。浸透圧と言われるともっともらしく聞こえますが、浸透圧とは溶媒だけを通す半透膜を挟んで濃度の異なる溶液がある場合、溶媒が濃度の濃い溶液の方へ移動する現象です。細胞膜は半透膜です。ですから野菜や肉には浸透圧の問題が出てきます。しかし残念ながらパスタには半透膜は存在しません。つまり浸透圧とパスタは無関係なのです。実際に浸透圧をもっともらしく説明しているサイトをここに紹介してみましょう。以下これがその一文です。偽科学扱いされ続けたシェフたちの汚名挽回の時のようです。何やらもっともらしい用語が出てきましたが、私にはよく理解できませんでした。そこで少し調べてみました。その結果をご覧ください。